はい、どうも皆さんこんばんは。ウクレレプレイヤーの鈴木智樹です。今日はですね、皆さん覚えてますか？前回にですね、吸盤でこのウクレレのストラップをつける方法っていう動画をですねアップしたんですけれども、そちらの方であるコメントがありました。それがですね、ウクレレによっては吸盤がつかないものがあるとか。嘘だろって思いましてですね、僕も調べてみました。そしたらね、実際ありました。僕が持ってるウクレレにもつかないものがありました。それがこちら、じゃん、このウクレレなんですが、なんとこれには吸盤がすごくつきにくかったんですね。何が違うか分かりますか？まあ一見普通のウクレレなんですが、ちょっとこれわかるかな。なんかね、ちょっとこうザラザラしてて、ちょっと表面にこうほら、こことか木の凹凸があるんですね。それが原因でこの吸盤の隙間から空気が漏れてしまって、で吸盤がつかないということがあるみたいです。そこであるまた工夫を、してみましてですね、吸盤をつくようにしました。その吸盤をつけるのに必要なのがこちら、シュ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 ザーン、画面保護フィルム、こちらでございます。そう、この画面保護フィルムを先にウクレレに貼ってですね、その上に吸盤をつければつくことが分かりました。なのでちょっとやってみましょう。さあではやっていきます。こちらの画面保護フィルムは、僕が大好きなダイソーさんで、売っておりますね。もうダイソーさん大好き大好きね、ダイソーさん、これ、あ、はい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 、これですね、こちら、わかるかな、そう、ここに、画面保護フィルムがあります。これをですね、吸盤の大きさに切って貼っていきます。吸盤がこちら。これもね、前回の動画で紹介してるんで、またよかったら見てください。吸盤の種類があります。こちらもダイソーさんですね。で、まずカットかな。どうしよう。できました。これが一つ吸盤のサイズを作ったもので、で、この画面保護フィルムを貼ってあげると。ここに、こんな感じで。あげますね。そう、そしたらもうこの表面はツルツルです。はい、ツルツルなので、もうこの吸盤がすごくつきやすくなるんですね。そしてこのフィルムの上にこの吸盤を貼ってやる。そうです。そしたら完璧に保護フィルムが、吸盤がつきました。そう、こうやってですね、吸盤がつかなかった方は保護フィルムを使ってこの吸盤を取り付けて、その上からストラップをつけてみてはいかがでしょうか。以上、本日の動画はここまでです。またですね、なんかこう僕がアップした動画でなんかこういう問題があったとか、こういうのがあったとかあったら、またぜひ教えてください。もしこの動画を楽しんでくださったら、このチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、鈴木智樹は Twitter、 そして Facebook もやっておりますので、ぜひぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ウクレレプレイヤーの鈴木智樹でした。バイバイ。